交渉ですからやめてください。これからも先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐる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 格子を回りました。格子も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますね、と言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい？具合を悪くしないかい？舌を出してごらん。